新シリーズの氷の戦士氷の戦士は、イギリスの長寿 SF テレビドラマ、ドクター・風に登場する架空の地球外生命体の種族。ブライアン・ヘールズが生み出し、1967年のザ・アイス・ウォリアーズで初登場を果たして2代目ドクターとジェイミー・マクリモン、ビクトリア・ウォーター・フィールドと対面した。氷の戦士は火星に起源を持ち、火星の環境が、 生命の居住に適さなくなってきたため、シリーズ初期においては、氷河期頃の地球へ逃亡して、地球を征服しようとしていた。凍った氷の戦士の集団が、地球の科学者チームに発見され、氷の戦士と命名された。これは、本来の種族の名前ではなかったが、後に1974年のザ・モンスター・オブ・ペルドンで、アイスロードが部下を氷の戦士と呼称している。もともとは、 悪役として描写されていたものの、暴力を避けて、ドクターと同盟を結ぶ氷の戦士の姿が、後のシリーズで描かれている。回想やカメオ出演も多く、小説やオーディオといった、スピンオフ作品に頻繁に登場している。1986年と1990年には、氷の戦士がシリーズに登場する予定であった。六代目ドクターと悪役シルが登場する。 ミッション2マグヌスと7代目ドクターが登場するアイスタイムの2作品が予定されていたが、いずれも中断、破棄された。しかしミッション2マグヌスはターゲットブックスで小説化され、ビッグフィニッシュでオーディオ化もされた。アイスタイムはオーディオシンアイスとしてリリースされた。氷の戦士は新シリーズにおいてシリーズ7、冷戦とシリーズ10、火星の女王に登場している。 クラシックシリーズの氷の戦士クラシックシリーズのシーズン4はダーレクをシリーズから引退させる目的であったザエビル・オブ・ザ・ダーレクスで締めくくられた。制作陣は引退したダーレクの代わりにサイバーマンと並ぶ新たな悪役を模索しドクターに対し何度も立ちはだかる悪役としてブライアン・ヘールズが氷の戦士を考案した。ジェームズ・チャップマンはデレク・マルティヌス監督が クリスティアン・ナイビーの映画、優勢よりの物体 X、X からインスピレーションを受けたことを示唆しており、特に孤立した科学基地で凍ったエイリアンのコンセプトにおいて如実に現れている。ヘイルズは氷の戦士をサイバネティック生命体として考えていたが、デザイナーのマーティン・ボーはすでに確立されていたサイバーマンとの重複を資料に入れ、代わりに大まかに爬虫類の特徴を持つ衣装を施した。 氷の戦士のデザインを担当したマーティン・ボウは、爬虫類系のヒューマノイドを設計することにした。コスチュームデザイナーとして彼は、新しい素材を使おうとし、ピアーズ・ディ・ブリトンとグラハム・スレイトはそれを考慮して、ガラス繊維で氷の戦士の鎧を製作した。さらにスレイトは、鎧の彫刻がワニの皮膚を反映して、爬虫類的な生態を示唆しているとコメントしている。 初登場時に氷の戦士を演じたバーナード・ブレスローといった俳優たちは爬虫類としての性質や火星大気の異質性を示すために囁き声を使用した。シューという声はブレスローが生み出したとされている。また氷の戦士は手首にソニック兵器を仕込んでいる。ザシーズ・オブ・デスではアイスロードと呼ばれる指揮官階級が言及され彼らは 戦士階級ほど鎧が重厚でなく、ソニック兵器も持たない。鍵爪状のグローブは、氷の戦士と共通している。2013年の冷戦で再登場した際には、このグローブは、ソンターランと同様の三本指となった。ニール・ゴートンは、氷の戦士をより巨大により強力に見せるため、鎧をメッキに似た外観に変更した。これには、ウレタンゴムが使われ、 ガラス繊維よりも柔軟で快適であった。マーク・ゲーティスは、斉藤ジョー時の外見もオリジナルの氷の戦士に忠実であると評価した。冷戦ではシリーズで初めて鎧を脱いだ氷の戦士が登場し、彼らにとっては究極の屈辱であると11代目ドクターが発言した。鎧を脱いだ氷の戦士がエピソード中で常に登場していたわけではないが、鍵爪の生えた手のシーンは、 複数のレビュアーが映画エイリアンと比較し、最終的には顔もあらわになった。冷戦では氷の戦士の鎧が変温動物である彼らを寒さから守るための生態力学的な広角であることも明かされた。鎧はソニック技術により遠隔操作可能である。氷の戦士の初登場は1967年のザ・アイス・ウォリアーズで劇中の時代設定は 西暦3000年であった。地球間冷化に伴う氷の拡大を食い止めるために、派遣された科学チームが、氷の戦士と共に数千年も氷河に埋没している宇宙船を発見した。復活した氷の戦士は、科学基地の制圧を目論んだが、二代目ドクターにより、倒され、脱出を試みた際に船は破壊された。氷の戦士は1969年の、 ザシーズ・オブ・デスで再登場し、今回の舞台は21世半ばだった。童話において人類社会は物質輸送システム T マットで発展しており、氷の戦士の攻撃部隊がこれを利用して地球進行を計画した。月面の T マット基地を制圧した氷の戦士は地球大気の酸素を激減させて大気蘇生を火星に近づけ、テラフォーミングをもくろんだ。 この計画は二代目ドクターと彼のコンパニオンのジェイミーとジョーに阻まれ、氷の戦士の艦隊は太陽の光天軌道に転送された。氷の戦士が1972年のザカーズ・オブ・ペルドンで再登場した際、彼らは三代目ドクターの味方として描写された。童話では、氷の戦士が暴力を放棄して火星、地球、ケンタウルスザ・アルファ星、アークトゥルスを含む、 銀河連邦の一員となっている様子が描かれている。氷の選手はペラドンが銀河連邦に加わるよう交渉するために代表としてペラドンへ派遣され、その際に三代目ドクターのコンパニオンのジョーグラントを地球からの死者と勘違いし、三代目ドクターとも遭遇した。ドクターは当初氷の選手が陰謀を企てているのではないかと危惧していたが、彼らに命を救われ、 彼らの性質が大きく変わったことを認めた。氷の戦士の助けを借りてドクターは大祭司へ、ペシュの計画を暴き、ペラドンの加盟を妨害する目的を持ったアークトゥルスの代表団がペラドンへ到達するのを防いだ。1974年に放送された続編ザモンスターオブペルドンでは、ザカーズ・オブ・ペルドンの50年後が描かれており、氷の戦士が、 連邦の平和維持軍として機能している様子が描写されている。しかし、氷の戦士のリーダーであるアイスロードのアザキシルは銀河連邦と戦争中であったギャラクシーごと密約を結んでいた。銀河連邦から独立して氷の戦士の種族を元に戻すため、彼は戒厳令を課してペラドンの制圧を試みたが、ペラドン人に食い止められた。氷の戦士は何度も、 劇中で言及されている。二代目ドクターのシリーズのザウォーゲームズでは宇宙を守るために退治した脅威の一つとして氷の戦士が挙げられている。三代目ドクターはキラーマシンに立ち向かったザ・マインド・オブ・エビルで氷の戦士を含む過去の敵を思い浮かべている。五代目ドクターは1981年のカストロ・バルバで再生直後の混乱時に 氷の戦士について言及しており、これはテレビで放送されていない冒険に関するものである。2005年クリスマススペシャル、クリスマスの侵略者では、地球に接近するシコラックスの映像を見たユニットの職員が、火星人とは形も違うと言及している。2009年の火星の水では、飲料水に知性を持つウイルスが混入しており、 古代の氷の戦士が権力と知力を結集して地下氷河にウイルスを封印したと10代目ドクターが仮説を立て彼らのことを火星には昔帝国を築いた種族がいたとして言及した2013年の冷血は新シリーズで初めて氷の戦士が登場したエピソードであり5000年間氷に封印されていた伝説の戦士 スカルダクがソ連の原子力潜水艦で11代目ドクターと対面した。童話は鎧を脱いだ氷の戦士が描写された初めてのエピソードでもある。氷を脱出したスカルダクは潜水艦の乗組員に鎮圧され、彼は氷の戦士の方にのっとって、この行動を地球人による戦線布告と解釈した。艦隊への救助、増援要請に失敗したスカルダクは鎧を脱いで、 乗組員の殺戮を開始し、人類の解剖学的弱点の研究を始めた。さらに、地球を滅ぼせる核兵器が潜水艦に搭載されていることを乗組員の一人であるステパシン隊員がスカルダクに漏らしたため、スカルダクはミサイル発射の用意を進めた。しかしながら、生き延びていた氷の戦士の宇宙船が潜水艦を氷上に引きずり出して、スカルダクを救出し、 彼がミサイルを解除したため事態は収束した。火星の女王12代目ドクターのシーズンである2017年の火星の女王で氷の戦士は再登場し、初めて氷の戦士の女性個体が登場した。一体の氷の戦士が南アフリカに墜落し、ビクトリア朝時代のイギリス兵が彼をフライデーと名付けて火星への帰還を手助けし、その見返りとして、 火星の鉱山資源の採掘を開始した。しかし火星がすでに死の惑星となったことを悟った、フライデーの目的は、氷の女王イラクサの復活であり、復活を果たしたイラクサは、人類の殲滅を開始した。人間側でクーデターを起こした、キャッチラブ隊員を処刑した、正当な指揮官、ゴドズエーカー大佐は、自らの処刑と引き換えに人類と地球に慈悲を与える要衝に懇願した。 イラクサは彼の勇気をた,たえて彼を生かし彼と部下のイギリス兵を自らの配下に加えた。荒廃した火星から脱出するべく全宇宙にメッセージを送って知的生命体からの返事を待っていたところケンタウルスザアルファ星から応答がありここから氷の戦士の黄金時代が幕を開けることとなった。仮面を出演ターゲットブックスバージンニューアドベンチャーズバージンミッシング アドベンチャーズバージンニューアドベンチャーズニューシリーズアドベンチャーズその他ありがとうございます